オープン設置のような形でディフェンダーサイドまで抜けていきました。ファーストブラッターラズ、ポポガチが落とされる。セカンドもラズ、その間にメイがメインから黒を落として4対3の状況。取り返しは3人、3対3、メイダブルキル。壁がある中で解除は難しいか。雪だるま1ストレード、マリエル1-1、1-1、最後は政治同士の勝負だ。赤く光っている、うん、最後はテンダーですね、まあ、ここ最近避けてますね。アップドラフトでメイが裏から来ます。これは面白い位置ですね。ラズランデブー、いやランデブー中にアステルが倒しました。蘇生が入ってランデブー後にラズが蘇生します。遊びたいのか相手に。結果運が良かった。しかし裏からメイが来るぞ。ハドちゃんハドちゃん、メイらしくない。正面ではラズ、裏まだいる。ブリンクで時間稼ぎ、生き延びてる。うお、メイが抑えて1-1、最後はシュガーゼロとの1-1。時間ありませんね。しかしマンチキン出ていく。そこにはファーストブラッド戦、いい位置で待ってますね。第5ラウンドでなんと10でしたが、位置は把握します。難しい位置取りですね。うわ当てた、ここ外した。まだ終わりじゃないわ、まだ終わりじゃないわ。2回目の蘇生、第5ラウンドで2回目の蘇生。デップはキングウェイ、この打ち合いではデップガーディアンです。バイパーズピットで足止め、これ以上は深く入らせないよというアステル。その間にラフターからメイが黒を落として3対4の状況。ただバリオブ無理やり設置した。点キングウェイ出す。2対2少人数戦、天が見えた。元チームメンバーアステル抑え、監視中。ネスは難しい 1v2 になりましたね。クラッチキングネス、そしてクラッチキングラズが残っている。最後は天です。天のここでのリテイク難しいですね。面白い位置乗りましたね。さあここは氷の上に、さあペンギン天落ちました。おお、マジ壁抜き頭。さあデップはベルト上から、いい特殊スクリーンがありますね。ディスミスマンチキンは落とされ、ラストはメイ、ボポ勝ち、そしてアステル、3対3の人数状況です。シュガーゼロがいいアングル、そしてクローとデップで抑えました。クレイジーラクーンの守りが流れていきます。マンチキン、ファーストブラッド、ラズが落ちました、いる位置がバレました。ネス、スローブ、高台使って割れた、逃げれない、逃げられないぞ。ショックダーツが飛んできます。ただこの間にもう B にはマンチキンが寄ってきています。ポポ勝ちもいますね。リコンボルト、ようこそ私の。これを決めていく。ディスミスで引いていき、設置中はどうだ、警戒してる。黒3対3少人数戦です。オペレーターがありますからね。この打ち合いで当て、また蘇生だ。3回目、また点だ。残り1名、そしてそのカバーにも黒が入ってます。4対点が大活躍。ここでのオペレーターは高めの位置。うわっ、すごい反応だ。互いに元 DPS リザレクション入りますね。さあここはリザレクションでしょう。壁は壊れません。おや、あラズこんにちは。一人見えた、逃げれない。素晴らしいシュガーゼロ、中央からのスロー展開。ラズもいやらしいところから見ますね。そして取り返しが早いのも分かっています。ランデブークで足止め、そしてここはメイが抑えました。4対3、3人での取り返し。メイ、ポポ勝ち、アステル、メイが抑え正面打ち合い、ポポ勝ち3対2、人数逆転。クレイジラ君、シュガーゼロまで抑えた。メイ、メイが爆発した。デップマンどうする、オペレーター勝負。デップマン頭だ。アングル変えましたね。ボボプリファイヤー、ただ映画には3名います。ビーコンが映って、ハンターのフューリー、1発2発3発目はリテイク阻止の3発目。エントリーを抑えるのはポポガチ、2人落ちた。
映った。デップのペレタ、ラズの射線、まだメタイトにいるのは分かっている。ラズが抑えた。残り10秒で設置完了。あと10秒。3対1、取り返しはネス。効き目取れてますね。音が鳴りました。オペレーターの車線を切るようなハーフまで行ければチャンスがあるか。ネス一人。二人目は取り切れますね。クローです。バイパーズピットプラスの設置。取り返しは5人。ショーティーでラズを落とし、ここからの取り返し。抜いた抜いた。恐れるがいい。エンプレス仲間は死なせない。蘇生が入った。ラズが起きました。ここはバイパーズピット内、エンプレス中のマンチキン。互いのバイパーズピット出てますからね。削れている。シュガーゼロの体力は1。落とした。ここは解除を止めた。ラスト1-3、マンチキンが抑えてリテイク成功。クレイジーラクーンやっとの2本目。しかしこれで2対10での折り返しで、もう手前の右上に刺すことが多いですけれど、はい、張り付きも警戒した。うわ、手前でショーティーリエモンでのポイズンクラウドから設置。取り返しは5人です。人数差がありますからね。ポポ勝ち、点を取ってからの4対3。裏からデップ、正面からシュガーゼロ、そしてシュガーゼロのダブルキルによって、この後半のファーストラウンドゼータディビジョンが前目取られてバリアを回る。少し下がるマンチキン。デップジャッジ、ヒールを待ちます。いやー、初動止められましたが無理やりいきますね。それでも崩していくクレイジーラクーン。ポポ勝ち、4対4。体力少ないクレイジーラクーン。ネスのヒーリングオブ、あと30秒です。バックサイドから点、マンチキン落として4対3。いやー、生き延びる。取り返しが始まっていく中、アステルは中央センター割り、ここを待ちたい。待てればチャンスがある。警戒されてない。アステルセンター割り、しかし正面ではシュガーゼロ1ストレート。そしてセンター割りのアステルも落とされた。うわ、最後はデップのジャッジ。これによって12対2です。回復するわ。これに対して A サイトに集結していたゼータディビジョン、はい、人数差を生かしつつ自分がやられない動きをしながらの削る動き、結果的にじわりじわりと追い詰められていたクレイジーラ君、アステルの裏取りも1キルで素早くデップが対応しましたね。いや、ああいう風にこう前でデップが倒して帰ってこれるデュエリストってのはね、逆にドローン返し、互いのドローンが入っている中、ファーストブラッド、シュガーゼロ、スネークバイトで足止め、そのまま帰っていきます。人数状況有利、ラズを隠すようなスモークの使い方。天がメイを抑えて5対3。最強で、いや、いいタイミングのスモーク、前に出る。このマップチェックメイトか。キングエッツ詰めていく。ラズ、デップ、天、全員で詰めていく。デップジャッジだ。ブリンク、そしてカバーに入ったか。焦る、なんとか対空のデップを抑えた。弾がない。しかし最後はシュガーゼロ。これはおとりです。シロング、ラズは手前。いや、見られましたね。これ逃げれない。素晴らしいジャンプピークからシュガーゼロのカバー、一人抜いて手前。素晴らしいフリックだ。3人目シュガーゼロ。何、裏警戒のタレットは晴れています。取り返しはメインから、合計ヘブンも合わせて4人で取っていきます。マンチキンのダブルキル、ポポ勝ち、ポポ勝ち、クロート取って最後はマンチキン。クレジラ君の子は裸。落とした。そこを落としたマンチキン。やや高めのワンウェイですが、定点打ち、綺麗に打ち抜いてマンチキンが打開します。お、 C のくぼみ、シュガーゼロがいる。時間稼ぎは十分だ。どうする、シュガーゼロ。そしてマンチキンはどうする。マンチキンが裏を抑えます。広げますね。というところでしょうか。持ち越し、
マンチキンのエントリー非常に素早く丁寧です。ホールドラインの返し、取り返しが始まっていくフレンジ、さらにシェリフでワンキルずつ取った。なんと人数状況逆転、スリフティ目の前だ。シーカーアップ、ラストはポポ勝ち、見えました。うわスリフティです。早めの取り返しでした。早い。うわ大将、対応者前ブリンクに逃げても無駄。シーカー打ちます。ロングで反応がありました。デップポジションを変える。天は落とされた。そしてこのままエントリーが始まっていく。黒のローリングサンダーを打ちました。熱い熱い、メイは帰っていく。無理やりエントリーが始まるでしょうか。当てた当てた、エイムウィズプライドだ。うわラズのロックダウンもあります。まあ抜けていった。いちいちトレード、いいカバーですね。設置完了です。ロックダウンすごい、すごい、すごい、だ互いのロックダウン壊されます。手前にいる、当てる、ダブルキル、ワンオンツー、グラビティガレットの回転差し、これはさすがに、うん、厳しかった。そんなエントリーがあるのか。クレイジラ君抜いた。ファーストブラッドポポ勝ち。ここだ、シュガーゼロのキル、ネスは落ちました。スパイクは設置できている中でポポ勝ち。中ではメイと耐えています。フラッシュ打ってデップが落とされた。ここ警戒してるメイ、ん横ついた、側面つきました。天が落とされて入ってくるショート、トレイルブレイザーでロングの人数吐く。フラッシュの勝負は最初に倒していくのはデップだ。先行デップ一発だぞ。さらに天がショートを抑えてライトの上、設置まで持っていったネス。ホールドライン狙っている、当てる、一人取った。ネスの中が空いた、三人取った、消してる、まだ行く。ショーティーはラストワンオンツー、クラスで1人、もう1人いるのが分かっている。ここの勝負だ。出なくてもいいところ、おいスパイク所持者、マンチキンは帰れない。なんとか帰れました。出し中もうデップがいます。五竜デップワンピック、ブレゾーストーム切り替えた。残り5秒、時間がない、時間がない、クローが押された。ノータイムです。ラグの素晴らしいロックダウンでした。ここは3人で挟んでいます。ロングからのエントリーが進行しています。フラッシュを入れながらショートにはなんとナノスワムで足止め、しかしやはりデップが入ってる。ラストはマンチキン、シェリフ可能性がある。残り3発、いる場所はある程度特定できています。ブリンクアウト、ゼロ距離、フラッシュダブルピーク、うん、フラッシュ受けた、ブリンクアウト、一つ目のフラッシュ、二つ目のフラッシュ、ここはデップ避けながらのジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、制裁を加えた。エントリーはここは前ブリンク中、ネスが抑えた。そのカバーにシュガーゼロが入って2対2。しっかりと HP 少ない中ヘイト変えましたね。ヘッジフェイク、スモーク開け、天の勝ち。の設置、バイクを設置、インスモークの天、フラッシュはまだ上がりません。 HP ありますからね。ヘブンシャツ、アステルある程度読めた。いや、ワンツー、うわ反応した、よく反応した。シュガーゼロロングが置いて、そのままエントリーが始まります。アステル巻きの位置、巻きで我慢する、アステル。ファーストブラストメイ、カバーに入ったシュガーゼロ、ネスダブルキル、抜いた。マンチキン、ネス残っているぞ。最後はポポ勝ち、9対8。やっとっている。エロング。フラッシュ避けている。カバーが入ったが、カバー勝負ではクレイジーラ君。足音でのフラッシュピークでしたね。ポポ勝ち、マンチキン。スパイクドロップ、ロングです。A サイト内の情報もわからないので、ラズは勝負、ここはダブルピーク。ラストはシュガーゼロ、
アステルが抑えていきました。9対9ですね。高めのドローン2名見えた。2人ロックダウンです。ピークしていくマンチキ。うお、右からやった、左もやった。シュガーゼロもいる、待っている。シュガーゼロ、さあ角にいるマンチキンに対してのプレッシャー。シュガーゼロもやってるぞ。なんと3人取っているマンチキン。2 on 2人がまだあるのは分かっている中でアングルを変えた。アステルの位置、うお、1人で止めました。センターフラッシュ、ファーストブラッドマンチキン頭。エコラウンドのゼータディビジョン、それでも詰めていく。デップシェリフ1本だ。手前マンチキン、バックブリンク早い。コズミックディバイドを打って設置まで向かう。武器を持ったのはシュガーゼロ。ドローンで見えました。バイクを設置、逃げていきます。上からマンチキン、シーカーを打ちながらのリテイクです。シュガーゼロダブルキル、回り出る。クラシック、クラシック、ローリザーダー、ローリザーダー浮いた。ワンオンスリー、なんとスリフティーだ。ナノスワメ逃げ道がありません。メスタイラブ、その奥で隠した。体力7残った、回り出る。トレイルブレイザーで熱が倒され、シュガーゼロカバーに入った。4対3焦るラブ、4対2だ。ゲームサイトの奥もしっかりと制圧していたぜ。ここにまさかのマンチキン、狙われたのはまた黒だ。前出る、抜けるぞ、抜けていく。いちいちトレード、ポポガチもよく対応した。しかしラズ、パレットも置いて、ナノスワームも置いて、中はデップが抑えます。苦しい。クレジラ君デップの位置がやや難しいか。メイ後ろを取った、ダブルキル、ワンオンツー、ラストデップ、メイが抑えた。一番苦しいところにいた。試合もいたよね。マチキフラッシュ避けた、しかしそこに合わせてデップが、うお、ダブルキルだ。マジでデップのエントリー、しかしすでにこの A 中にはもう一人ポポが違いました。じゃあ止まらないですよ。グラビティウェルの餌食、ナノスワーム、セーブまで持っていって4対2、セーブの判断早々に決めました。グラビティウェルもあさって立憲だって、あの瞬間でクレイジーラ君有利に見えましたからね。見えましたね。落とされた列、マッチポイン ト、クレジット状況が苦しい。クレイジーラ君ゼータで切らせたとも言っていいかもしれません。はい、トレイルブレイザーはデップ対決、うわブレオストーム、ブリンクアウト、逃げていく。ヒット、体力は70、これだけでも素晴らしい情報量。その間に B サイトを制圧しにかかります。これインスモークよれてますよ。あと30秒、パレットの反応はなくなる。横からラズ、どうだ、ラズの打ち合いはシークレじゃん、何とか耐えている。もうすでにミサイル入ってる。中のジャッジネスが倒された。2オン2から1オン2、ラストアステル、アフターショックある、回収できない。これアフターショックが飛んでくる。あとは窓右側、スターを設置、抜いていきます。残り時間はありません。最後倒したな。